毎度秋吉です。今日はね、栃木の結構山奥の方まで来てみました。はい、のどかですねここは。はい、今日のご紹介するお店は栃木県鹿沼市にございますこちらのお店です。ドーン、ナユタンさん。はい、鹿沼の山奥まで来て蕎麦屋さん来てみました。ナユタンさんでございます。こちらにあるね、清流そばっていうメニューがね、氷がいっぱい入った水の中にキンキンの鹿沼そばが入ってる、それがめちゃくちゃ美味しいって噂を嗅ぎつけたんで、今日ははるばる栃木県鹿沼市の山奥まで来てみました。楽しみです。早速行ってみたいと思います。レッツゴー。鹿沼市にありますナユターンさんにはるばる来てみました。やっぱ寒い時期は温かい鴨汁つけそばなんかもいいですけど、今日のお目当てはこちらの清流そば。ご覧ください、氷がまんべんなく敷き詰められております。寒いでゴンスけど美味しそうですね。夏に来たらよかったかな。でね、腹ペコのお兄さん方ご安心ください、ご飯物もたくさんあります。今回はこちらのカレー丼もオーダーしてみました。ネット評判がかなり高いっす。はいはいはい、こちらが今回のお目当てであります清流そばです。さっきは見づらくてごめんね。こんな感じで氷が敷き詰められてるんです。ビジュアル的にとても美しい。そして氷の下から顔を覗かせてるおそばが早く食べたい。てなわけで早速いただきますです。そう、寒くたってテラス席、秋吉は風の子、元気な子、しょうもな。はい、ではお蕎麦をどれどれ、あれれのれ、氷が多すぎてすくっちまったよ。はい、テイク2です。蕎麦ね、蕎麦蕎麦。お蕎麦の長さは350ヤードのミドルって感じですかね。え、なんでゴルフ？あー、北側に鹿沼プレミアゴルフクラブがあるからね。なるほどね。うん、何よりもまず冷た、キンキン超えてる相川金也、しょうもな。あ、お蕎麦はコリコリ食感でこだわりの引き立て、打ち立て、茹で立てが伝わってくるフレッシュな風味です。しなやかな蕎麦でツルツルしていて、相川金也の後押しもあって喉越し抜群です。漬け汁につけてもいってみたいと思います。うん、お上品な鰹節の香りがたまりません。個人的にはちょうどいい塩加減、あーこれはうまい。おつゆが美味しくて蕎麦も最高って、それでいてロケーションもこの上なしでしょ。ナユタンさん、また夏に絶対来るからね。おっと、帰る前にこいつを忘れてた。どういうわけか至る所で蕎麦屋が作るカレーはうまいって話をよく聞きます。確かに間違ってないかも、どこのカレーも美味しいですわな。ナユタンさんちのはどうなんでしょうか。正直ね、お蕎麦屋さんのカレーだからお出汁が効いててうまいを想像していたのですが、それもそうなのよ。うん、それもね、お出汁はちゃんと効いてる。だけどね、ナユターンさんちのはとてもスパイシーね。辛いとかじゃなくスパイシー。後乗せの焼き野菜も最高だし、そこら辺の蕎麦屋さんのカレーより絶対的に美味しいですわ。いやー、うまかったうまかった。お蕎麦もカレーも実にうまかった。最後は蕎麦湯でしっかり締めなきゃね。この白濁としたとろみが若干ある蕎麦湯で身も心も整えてから帰りますと。また来るね。はい、ということで今日は初めて来てみました、栃木県鹿沼市にございますナユタンさん清流蕎麦。キンキンに冷えておりました。はい、鹿沼蕎麦ってうまいっすね。なんだろう、風味がすごいっす、やっぱり。はい、あ、もうそばはね、長くて細くて美味しいおそばでございました、ナユタンさん。あと漬け汁もかつおだしが効いてる感じで、あのね、甘からずしょっぱからず、もう本当にかつおの風味を噛みしめて食べれるような感じのおつゆでございましたね。はい、秋吉はとても好みのおつゆでございました。それとね、おそば屋さんが作る美味しいカレー丼があるってことで、ミニカレー丼頼んでみました。はい、めちゃくちゃこちらもね、美味しかったです。出汁が効いてる感じのカレーでね、甘い感じですかね、辛さはなく、はい、とてもご飯との相性もバッチリのカレーでございました。はい、こちらのどかでほんと気持ちがいい場所にございます、ナユタンさん。あのバイクで来てもいいんじゃないですか。はい、とてもいいところにございます。ナユタンさん、そばも美味しいし、カレー丼も美味しい。皆さん一度来てみてください。
今週もザー数えチーム TV ご視聴ありがとうございました。本当毎週懲りずにありがとうございますね。チャンネル登録もよろしくお願いします。まだまだ続けていきますんで、美味しいとこ紹介していくよ。皆さん来週も見てね。 Thank you。 今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。